や国体もね会場決まりましたしね、はい、ありがとうございます、ね、ええ、なんか花を添えるっていうかすごいですね、うん、来られるってことだったんで、120周年記念の年に撮れたんですよね。全員合わせたかと思ったんで、熊本とか、熊本、北海道が、まあ、やっぱり古豪が多いんですよね、であとは福島、やっぱり馬が多くいた地域がやっぱり小さい頃から乗ってるんで、インターハイに今回こうやって撮れて、国際に向けてそのいろんな今までの方がいて活動してくださって、自分たちの活動を支えてくださったので、それでできたので、まあ、大学は行けたら部活動も頑張っていきたいなと思います。まだ自分のレベルは全然下の底辺の方なので、それをちょっとずつ上げて、まあ、将来出れたらいいなと思います。頑張って、はい、まあ、まあ上手くなって、まあ、そういうレベルに達せるようにはなりたいですね。乗り方を上手い人の勉強して、また来年につなげていけたいきたいと思ってます。来年はインターハイに連覇したい